よし、こんばんは眠さがそろそろピークな経典ゆりなです。マジ眠い それもう本当に目閉じたら寝てまうねんけど、やばい、疲労がテコテキ垂れたの疲労のテコテキがやばったん帽子、今日はお揃いでしたね皆さん。この帽子に合わせた今日の私のファッションはなかなか珍しかったでしょう。なんかね、その握手会とかさ、割とねゆりな、なんかいつも覆ってるからさ、めっちゃ珍しいファッションをしてたんじゃないかなとさっきさ、行きの方にさお菓子食べててさ、行きの方に行ったんよなそれがまだ残ってるそう、このパンツめっちゃ可愛くない？ローライズなの、めちゃくちゃそう、なんか私結構ハイウエストとか、あ、ハイウエストすぎると似合わないんですけど、ハイウエストすぎるとさ、ハイウエストすぎてキモいしね。これはローライズなんです、腰パン。いや、ちょっとあんよ短く見えるけど、腰パンやから、このなんていうの、パンツの股下が短いんですよ。そう、でもこのパンツは前ショールームでも言ったことあると思うんですけど、あのめっちゃ可愛いと思って一目惚れして、で一回買おうと思ったら売り切れちゃってて、買おうと思って売り切れてて、でなんか再販みたいなしてあって、もう一回買ったんですよネットで。1ヶ月以上待ちました、届くまでに。めちゃくちゃ時間かかって全然届かんくて、届かんとか言って言っとったら1ヶ月ぐらいに、あ、ニケオさん、タワーありがとうございます。泣いちゃってごめんね、だっていいよいいよ、泣いてくれるのは嬉しいよ、アイドルとしてはね。やっぱりすごい嬉しかったですよ、ありがとうございます。そう、可愛くて、このパンツはバッグがめっちゃ可愛いのよ、あの切れてんの。これなんかさ、最近パンツでもさ、前にダメージめっちゃついてるとかさ、横が切れてるとかよくあるじゃん。うち横切れてんのも持ってんだけどさ、可愛くて買ったんだザックさん、これまでたくさん本当に楽しい時間ありがとう、だってザックさん、タワーありがとうございます、ありがとう、ありがとうわ、嬉しい。そう、なんか横が切れてんのも持ってて、でもこれはバックが切れてんの。なんかさ、前のダメージがあるのはよく見るじゃん。で前のダメージは持ってないのよ私一個も可愛いんだけどね持ってなくて、でもバック切れてんのってあんまり見ないじゃん、このカット的な感じのやつで。で、可愛いってなって、そのバックが切れてんのに一目惚れしてこのパンツは買いました。そう、めっちゃ可愛いの。だからさ、握手会の時とかはさ、前しか見てないからさ、あおへそってみんなに言われたけどさ、実はこれバッグが可愛いんだよ、切れてんのが。そう、それが可愛くて一目惚れして買いました。
もう一個持ってんのパンツ、もう一個はハイウエストのバッグが切れてるやつ持ってるんだけど買ったんだけど、でもう一個のはハイウエストがハイウエストすぎて、ハイウエストなのにパンツの股下がなんていうの、股下、本当の股下からこうなって股下なのよ、こう切れ目が入ってる、だからすっごいハイウエストなのに切れ目がこうだから足がちょっと短く見えるんだよね。まあ着てるんだけどさ、全然なんかそうハイウエストが長すぎて、このハイウエストが自分のこのなんていうの、このさハイウエストで着るさ、まあ、この腰のとこで、腰上か、このくべてるとこでズボン履くやん、そしたらさ余るんだよね、そのあれが。そう、自分でやったの、いやいや、これはこういうデザインです、これは買った時からこうやって破れてます、そんなおじいちゃんみたいな、おじいちゃんおばあちゃんみたいな、そんなそんな自分でやってないよもともとこういうデザインのものを買ったんです。そうそうそう、可愛いよねこの後ろがね、そう切れてるのが可愛くて一目惚れで買って、1ヶ月全然届かなくて、マジでもうさ、マレーシア行っちゃうんだけどって思ってたら届いたからよかったけど、まだこのパンツ2回くらいしか履いてないんだよね実は。そうちょっとやっぱ暖かくならないと履けなくてそうそうそう、5月頭ぐらいに来たのかな、そうやっと届いたと思ってよくあの薄いブルーのデニムはよく履くんですけど、なんかこういうカジュアルなのに最近ハマってて、なんか今日もさただの白 T じゃんとか、なんかそういう結構もう T シャツデニムみたいなのが多くて、自分の中の最近のファッションがシンプルなんですよ。だからあ、そう昨日のデニム、そう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 、だからねなんか結構ちょっとこうアクセントあるものがすごく欲しくて買いました。そうちょっと待ってよ、あ、春太郎さんありがとうね、最後に帽子かぶったわ、おへそかわいかったわ、だってありがとう、このね帽子ねかわいいですね、ちょっとでかい、なんか9センチハーフだっけこれ、買った作ったんですけど、まあまあ結構絞ってください、後ろ、でも絞った時のこの後ろのこのモフモフ嫌いなんだよね、ちょっともっこりしちゃうじゃん、ここはね、ここがあまり好きじゃない、もうちょっとちっちゃくてもよかったのかなとか思うけど、ちっちゃかったらね男性がねかぶれないからね、そう、あ、わかる、前髪潰れるからね、わかる、前髪ね、うちも最初朝 1,2 分は前髪あったんだけど、途中から前髪なくしちゃって、前髪なくしてかぶってました、高評価だった、おお。握手会終わりかだって、そう、いて、
握手会は終わりですね。なんかいやなんか全然実感ないんですよ。いや正直な話ね、本当申し訳ないんですけど、ぶっちゃけ私マジで実感してないです。あのアマーニャンさん、たーありがとうございます。今日ありがとうございます。ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。そうなんか自分実感なくて、あもう来ないんだみたいな、パシフィコにも幕張にも来ないんだと思って、この間パシフィコがさ最後だって、今日幕張が最後だったんですけども、私全然実感なくて、なんかすごいニコニコしてたよね。なんかいやマジで実感ないの私、本当に全然実感なくて、全てにおいて実感がなくて、なんだなんかマレーシアに本当だったらねもう行く、あのマレーシアまであと1週間ぐらいで行く予定だったんだけど、ちょっとね伸びちゃってもうちょっと日本にいることになったんだけど、そうなんかね全然実感がなくて、なんか伸びちゃったから、でも逆に私は伸びてすごくこう嬉しかったですね。なんかもしこのまんまマレーシアに行くってなったら、私本当に結局なんかね何人かそれこそその卒業したメンバーとね会ったファンの人とかが、そうそうそう、なんかそのご飯行く約束とかしてたんだけど、その私が仕事入っちゃってポシャったのよ結構。でさ半日の仕事だったらさ全然夜とかさこう会いにあのご飯にね行こうとかって言えたんだけど、私が結構フルでさ仕事してるじゃん、朝から夜までフルタイムで仕事をしててさ、で次の日も朝早いじゃんみたいな、もう睡眠5時間取れたらいい方みたいな生活をさずっとやってるからさ、なんか結構連絡取ってたんだけど結構行けなくて、なんかその予定が合わなくて、で5月の頭 1,2,3 とかでは結構あの会ってたりとかしてたんだけど、そなかなかねその後半が忙しくて、あーしんどさんタワーありがとうございます、ありがとうわー、ありがとう、嬉しい。そうだからそう、それでね全然あのご飯行きたいメンバーとかと行こうねで泊まってるメンバーが何人もいるんですよ。だからでなんかもしまたチャンスあればもう一回行きたいねとかって言ってたりしたのあった、もうあったけどみたいな。だからさ全然さ行けてなくて、本当にもうそもそも私が本当にありがたいぐらいにしんどくて結構カツカツな毎日で、なんかもう本当寝不足、最近ファンの人の今日も握手会が空耳アワードすぎてさ、なんかマッチって全然聞き取ってあげられなくてごめんねって感じ、ね、全然違うこと言ってたしうち、そうね、すごい全てが忙しくて、なんかこう全てがなんかこれ終わった次これ次終わったこれみたいな、なんかはい覚えて覚えて覚えてみたいな感じでやりすぎてて、すっごいバタバタしてるのね。だからなんかちょっと伸びたことによってちょっとふってなってマレーシアに行けるのはすごく嬉しい。個人的にね、そのこっちでその全然もう何年も会ってなかったりご飯行ってないメンバーと、まあメンバーっていうかもう卒業しちゃってるけど行けるのはちょっと嬉しいかなって自分はねやっぱり思うね。なんかね結局行けないってなるともうねあと何年も今度また会わなくなっちゃうから、そこはすごく嬉しいし、なんかバタバタしたまんま行くってなると全然本当に今のスケジュールでさ、もし荷造りを同時でやらないといけなかった場合ね、マジで睡眠多分取れてないと思う。多分本当に1日2時間3時間余裕だと思う。だって今1週間の平均睡眠時間6時間ないからね、5時間半とかだから平均。そうで5時間取れてない日にちも何日とかがあったから、それでじゃあ荷造りもってなるともっと睡眠が削られるわけじゃないですか。だからそういう意味ではこうちょっとね余裕ができた時に荷造りができるのはすごく嬉しい、自分自身も。6月は本当にね結構暇な日々を過ごせるかなって。でもその暇すぎてこう感覚戻んなくてなんか変な感じにならないかがちょっと心配。
そう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 、それがちょっとね、急に暇になって気が抜けちゃって、病あの風邪とかひいたら結構今メンバーも体調崩してたりするからさね、それでねちょっとコロってそのタイミングでもらってね、コロッと行ったら嫌だなと思ってでも私はファンの人も結構心配ですよ。やっぱり5月こんだけ忙しくて、こんだけファンの人に会える機会がたくさんあったので、急に6月以降かはもう本当に表に出てこないので、私そのレッスンとかがメインなんですよ。6月も基本レッスンがメインでね、まあ事務所の仕事があればだけど、特に事務所の仕事もないから、多分そのなんて言うんだろうな、表というか裏のその準備が始まるっていうことなので、表に出てこないっていうものだからね。でもさ、何もしてないからさ、 SNS も更新するもんがないんよ、シンプルに。そうそうそう、だからそういう面ではなんか急にさ、こんなにめっちゃ会っててさ、ファンの人もさ本当にさ、お金が追いついてないでしょ、正直な話ね。散々しすぎちゃってるからさなんかちょっと心配なんですけど、そっちも。でもなんかね、そう思うとさ、なんかその寒暖差でなんかファンの人がガクンって一気に落ちないかなっていうのがちょっと心配でショールームも AKB が5月までなので、もうこのアカウント使えないんですよ。そのこのアカウントは残るけど、私はもう AKB じゃなくなっちゃうので、このアカウントを使うことができなくて、そうまあなんか6月に1回はどっかでなんかインスタライブか TikTok ライブかなんかやろっかな。 TikTok ライブ1回もやったことなくて、インスタライブはこの間数年ぶりにあの写真展の告知でやってたんですよ。そう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 、だからちょっとやる消し方もわからなければやり方ももうわからないんだけど、まあなんか久しぶりに6月どっか1回はやろうかなまあマレーシアまでの充電期間っていう感じに考えようかな。まあやることはやるんですけどね、その裏で動くことはいっぱいあるんだけど、表ではね何にもわかんないから。そう、でもなんか結構 TikTok は私割と上げてるから、 TikTok が一番あれじゃない、上がるんかな。あ、でもな、私このレッスン場とかで結構 TikTok 撮ってさ載せてるの、全身の TikTok とかもそうだけど、そう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 、だからさ全身がもう撮れる場所がないから、なんか全身のものは全然なくて、結構アップなものばっかになっちゃいそうだけどTikTok が一番更新頻度高いんじゃないかな。そう、3日に1回は絶対上がってるから基本。うん。かなぁとか、思ったりとかもしてるけど。いや、なんか何が流行ってんのかわからん。TikTok がそもそも流行りがわからんのよ、もうごめんやけど流行りを教えてくれ誰か曲の流行りを。マジで流行りがわからん、ゆりな。
安いよね。流行りは分からんよもう。流行ってほしい。 AKB の曲とかもさめちゃくちゃさいいのに。でも結構 TikTok とかに上がってる AKB の曲って2番が多いんだね。あれそんなことないんかな。なんか2番が多いイメージ。なんかユリナがさそれこそ夢の川をさその AKB 発表になった時に載せたけどあれもさ2番だよね確か。あれ1番だったっけ。AKB の曲もねすごいいい可愛い曲いっぱいあるんだけどね。うん、AKB の曲もよくさ聴けばめちゃくちゃキャワウィーんだけどね歌詞ね。そう思わない？キャワウィーよね。だからもう眠らないよ。ねえ可愛いよね AKB の曲めちゃくちゃ。なんかあるんかな AKB。 なんかこの TikTok の AKB の公式から曲いろいろ見て、あなんかこんなあるんだとかって思ったけど忘れちゃった。可愛いんだけどな AKB の曲。なんだろう、だってさそれこそさ彼女になれますかとかさ私結構好きなんだよね。なんか昔さ結構ツアーでやってたんよ最初ほんと初期の頃ね2015年とかの頃のツアーの時とか14年のツアーかの時とか結構やっててめちゃくちゃ。で最近のさそれこそコンサートでもさ彼女をまあ結構やったじゃん続けて。だからやっぱそうやって選べられるからやっぱり可愛い曲なんだなっていうのはすごい思ったよね。そう2番可愛くない？私がお弁当を作っていいですか、なんだっけ、早起きして作っていいか、なんだっけ、教えてたっけ、聞かせてたっけ、欲しいって、私がお弁当作っていいですかって。しかもねこの女の子ってね大型なの、ゆいなも大型なのよ。だからこの間そのコンサートピアニの時フルだったじゃん。だからさ私さそう大型でさなんかさ調子に乗る大型なので教えてほしい、嫌ならいいやと、なんだっけ、首を縦に振ってくださいって言うじゃん。私大型だからそうそうなの。だからねすごい個人的にね彼女好きなんですよ。一緒だから主人公と歌詞の中のね女の子と一緒で。あ、首を横に振ってくださいか、縦に振ったらあかんな、声は振り。そう、それこそそれとか最近だったら僕隊の僕隊を出るからって僕隊を結構覚えてたんですよ。でみんなが結構僕の太陽が好きとかビンゴが好きってこう結構言うじゃん。ね、まあ覚えるからこうやって見るじゃん。僕の太陽はもうめっちゃいいじゃん。なんかそれこそさそのこの間ずんちゃんの壮行会でもずんちゃんがやってただしさ、ちょうど私がねこのやっぱり KLP に行くっていうこの状況で僕の太陽を聞くとファンの人は涙が出るよね。
なってさ、君は今僕の太陽って言って、いや君は僕の太陽ですよとかって言ってくれるファンの人もいるしね。そう、それこそ私が壮行会で歌った夕日を見ているかとかも結構自分的にはすごい歌詞がなんだろうな、うん、良かったりとか、なんか今だから刺さる、逆にね、そのやっぱ自分のその時のさ精神状態で刺さる歌詞って結構違うじゃん。だからなんか夕日を見ているかとか、そう、だからマレーシア行く時はもうなんか結構自分を殺して生きてきたけど、今までアイドルは割とねイエスマンだったし自分の自己主張しなかったけど、海外はやっぱり察するっていう日本の文化はないから、言わないとわからないし言わないと汲み取ってはもらえないから、別にわがままを言うってわけではなくて、自分がこうやってアイドルをやってきて、まあ、KLP の人たちからするとさわかんないじゃんアイドルのこととか、だからそういうなんか、あ、今まではこうだったんですけどみたいな、このアドバイスじゃないけどなんかこういう感じ で大丈夫ですかみたいな言ってのとかはやっぱり逆にその言ってほしいみたいな感じのことを言われたから、そういう とことかをねこう一気には直せない、どうしてももう元々の性格を直すって結構難しいし、それはそれで自分否定になるじゃないですか結局ね。なんかそのなんだろうな本当の自分を否定してしまってることになるから、なんかそれはちょっとやっぱり違うなと思うし、それは嫌だなって思うから、そこもありつつなんだろうな、もっとこうでも視野を広げるじゃないですけど、いろいろとこう主張していけるような、もう、まあ、10年アイドルやってるからもうそれはね主張してももういいと思う、そろそろ多分自分の意見を言ってもいいと思うし、逆に多分あっちもそういう意見を聞きたいと思ってくれてる場面がきっとあると思うから、そういうところでは発していこうかなっていうふうにはまあ思ったりとかもするよね。だからまあ本当に自分のことをね褒めてあげて生きていこうとマレーシアでは思います。もういい意味でも悪い意味でも、なんか10年もやってたら察するというか、あこうしたいんだなとか、あここは自分は必要ないんだなとか、なんか無駄にもともとなんだけど結構人の顔色を伺って察して行動しちゃうところがすごくあるのね私って。だからそれをねやっぱりねあるじゃん、やっぱりどうしてもこういう子をプッシュしていきたいとか、そういうところをねやっぱ察して自分がこう引く側にどうしてもなっちゃうっていうのが染みついちゃってるからそれがねちょっとやっぱり昔の私にはなかったけど、今こうやって歴を積むことによって違う意味のなんかそういうところがあるから、そこの辺はね難しいなって良くも悪くも知識が増えちゃったからね10年もやってると。そう、そうそう、でも自分のことをねやっぱりね褒めて生きていこうとね思いますよ。いや褒められることはまあ確かに多いの、アイドルやってるから。アイドルやってて褒められなかったらもう泣いちゃうけどね。ちょっと水分だけいい？感想が。ね、アイドルやっててさ、褒めてくんなきゃさ、マジで何のためにアイドルっていう話やから。もう本当に褒めてよみんな。KLP に行っても。みんなさ、褒めてね。とりあえず本当にこのマイナス思考の私が
アイドルを続けられているのは本当に褒めてくれるファンの人がいるからよ。マジこれファンの人自体も私のことを、いやそれはさ良くないよ良くないよ良くないことばっかり言われると私多分もっとネガティブになっちゃうの。良くないことなんて自分が一番よく分かってるから、ここ直した方がいいなとか、この発言はダメだったなってのもその自分が一番分かってるから、もうそこをさプッシュされるとさ、もうさあーってなっちゃうのね。自分でももう自分を追い込む癖がついちゃってるから、自分でなんかやっぱり帳尻をね合わすためにね、やっぱファンの人はこれからもね褒めていってほしいね。ぜひとも。そう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 、マジよろしくって感じ。見てもうないんだけど、これやばくない？使いすぎだろ。私買ったばかなんだけど、こんなすぐなくない？あ、プラ、あのあれだよね、チップ分がね多分シンプルにあれなんだけど、いや本当にさ、なんかさ自信ありきたりなさ、あのなんて言うんだろうね、苦手なんだよね発言すんの。でも自分に自信ある人って自分に自信あるんだろうなって分かるよね、見た目で。なんか行動って言ったらいいの？かそう偽ってるか、どっちかだけど。いやだからうち今日の握手会とかさ、可愛いよねとかって言われたらよく言われるって柄にもなく返してたんだよ。知ってた？みんな。じゃあね、可愛いねとかってさ言われたりとかさ、言われたらさ知ってた？いつもだとさ、いやそんなバナナありがとうって言ってるんだけどさ、よく言われるってさ返してみたんだけど、どうよ。いつも絶対そんな返ししないんだけどさ、ちょっとそういう返しをしてみたのさ。そう、どう？柄にもなくさ言ってみたんだけど、そうよく言われるってそう、まあね、まあ確かに可愛い、まあ可愛いも美人も確かによく言われるそうだね、顔だけだったらトップクラスだよって顔だけかいね、ビジュアルメンバーだと思うんだけどね、なんかよく言われたのは本当にビジュアルメンバーだと思うのにね選抜入れないねってなんかよく言われるけど、そうだねみたいな、でもビジュアルがいいのになぜ人気ないんだろうねとか言ってね本当にわらわらって感じそう、それは私が聞きたいよとか言っていやでも本当にね、これに関してはまあ遺伝子に感謝かな。あとは結構やっぱり今日言われた振り返りをトークを結構することが多かったりとかして、やっぱり最初は結構やっぱブサイクっていうやっぱり思ってた人もやっぱいるよ。まあ確かに正直エイトは本当昔ブサイクって言われてたから、スタッフさんとかにも本当にみんな地方から出てきた田舎っぺちゃんっていう顔を結構してたから、本当にやっぱそういう田舎だね顔みたいな感じで言われてたの。でもやっぱりある一定の時からエイトちゃんはほんとみんな可愛いねって言われるようになったの垢抜けてねまあでも私もね正直昔の写真見て、口が裂けてもちょっとやっぱ可愛いとはあんま思わんね、ここ数年はあんまりビジュアル変わってないんだけど、いい意味でね変わってないんだけど、妹とかにもねえねえ数年ぐらいビジュアル変わってないよみたいな言われるんだけど、
まあ、数年でここ数年やと安定してきたけど、でも確かに結構メンバーが卒業とかするからって昔の写真を漁ることが多くて、昔のこう写真を載せようと思って漁るんだけどさ、いや本当に顔をね、本当にあのメイクもそうだし顔もそうだけど、やっぱりね幼いし、うん、なんか今の方がよく言われるの、今の方が顔が幼いではないだないけど年より若く見られたりとか、もうほんと年ぐらい見られる。昔の方がもっとちょっときついかな、顔がもう少し、うん、なんだろう、うん、そうだね、なんかメイクの仕方も分かんなかったしさ、そうやっぱり上手くなったよねメイクも、うん、そうそう、まあもうあとシンプルに親に、まあでも遺伝子がねやっぱりね良かったっちゃ良かったよ本当に、なんかすごい我ながらね親に感謝だわ。だって私別に何もしとらんもん。そう、私別に全然何をしたかってわけじゃない人間だからさ、もう本当に親の遺伝子だけで生きてるような人間だから、もうねそれはだってはっきりした顔してるねって言ってもらえる、その結構なんだろうな、骨しいというか、まあ、薄い顔はしてないのよ結構。はっきりした顔してるっていうのはメイクさんとかにも絶対言われるし、髪の毛もこんなに手入れしてないのに、手入れしてないことはない。東京に来てじゃあここ2、3年はめっちゃ手入れしてる、頑張って。ただ昔は本当に手入れ全然しなかったから、最低限の自分でできるもの、その美容室にさ月1で通ってとか全然してなかったから。でもこのさツルツルサランサランヘアじゃあもうこれは遺伝子だし、で、あと毛が細いのね。まあ、毛細いから巻きめっちゃ取れて、逆毛立たなくてすぐ寝ちゃうからメイクさん泣かせなんだけど、ツッツーだし、あと毛量もね、やっぱ多いのよ私結構。もう生まれた時ボンバーヘアだったの。え、みんなに見せたじゃん。私が生まれた時の爆発した頭。赤ちゃんってさ、薄毛じゃん、バブーの時。私バブーの時から爆発してたからさ、頭が。毛量はすごいのよ。そう。なんか毛量ね、なんかさ美容室行ってなくて空いてないから今めっちゃ毛量多くて、ちょっと早く美容室行かなきゃいけないんだけど、何しろ休みがないのよ。休みがないっていうか、もうそもそも疲れちゃってるから家帰ったら全然行けてなくて、6月行きます。6月、うん、6月行ける。もうこれさ、もしさ行けなかったらマジで行く時間なくてマレーシアだった、本当に。そうだしさ、やっぱ手足も長くね産んでも、その今の令和スタイルには負けるけど、平成民としては割と平成の中ではねスタイルいい方で産んでもらったからさ、ファンの人にもやっぱりスタイルはすごい、ファンの人とかダンスの先生とかにもさ、やっぱ手足長いねっていうのはさ、やっぱ言ってもらえることが多くて、そう。でもやっぱそれは本当にね遺伝子のおかげですからね別に引っ張って長くしたとか全くないけんね。バブーの時から助産師の人が、あら、この子は手足長いわねって言ってくれて、そうだから本当に私が何かしたってマジしてない、もうただ遺伝子のおかげ、シンプルに。そう、雰囲気の大人っぽい雰囲気はママ譲りだね。パパは童顔だったから、童顔寄りには、あ、うちのね兄弟誰もね童顔寄りにならなかったの。誰もパパに似てなくて、似てないっていうか雰囲気が似てなくて、みんなね大人っぽい顔つきなんですよ。私の妹は私よりもっと大人っぽいし顔、
そうだから私ちっちゃい頃ゆりなちゃんは可愛い系だね、妹ちゃんは綺麗系だねってずっと言われてたんだけど、なんか8入ってすごい綺麗系綺麗系大人っぽいって言われて、あそうなんだってなった。そうそうなの、だからびっくりなんだよねそれも正直なところ。そうでもパーツはパパなのよ、めちゃくちゃめちゃくちゃパーツパパなの。なんか意味がわからん、どういうあれなのかよくわからんけど、そうなの。なんかちょっとね本当にシンプルに私もどういう構造って感じのレベルでよくあまりちょっとわからないんだけど、パーツはパパなんだけど雰囲気まあまあ、意味がよくわからんでしょ。でもねパーツはね思いっきりパパなんだよね、基本的に全体的に全部。そうだからどっちに似てるって言われたら2足して割る2って感じ。そうそうなんですよ。そうだからよく妹とかにはねえねえがさーみたいな、パパとママのいいとこ全部取ったからさーみたいな、残りもんなんだけどみたいなわらわらってそんなわけないだろうって話ですけどね。えどないねって感じだな。妹も可愛い、妹はまあ可愛いっていうよりかは綺麗かもね、どっちかっていうと。妹、私結構猫っぽい顔って言われるんですけど、妹の方がもっと猫っぽい顔してるから、うんなんですよね。私も結構猫顔だねって言われるんだけど、妹の方が猫顔だからちょっと分かんないなって感じなんだけど、でも妹は似てるっていう人もおれば似てないっていう人もいるね。私は全然似てないと思うけど、不意にやっぱり写真自撮りとか不意に似てるものもあるよ。やっぱたまにやっぱ兄弟で血つながってるで、不意にねやっぱり髪型とその撮ってるニュアンスで、なんかこれめっちゃ妹に似てんだけどみたいなとかはたまにあるある、やっぱり、うん、あるあるだし、妹はママにだからね思いっきり。そう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 、あ目は似てないね、目は似てないかもしんない。目も似てなければ私みたいに顔丸くない、もうちょっとシャープな感じの顔してるから、そう。そうなんですよね。なんか兄弟ってさ似てないけど、不意にちょっとやっぱり兄弟だなって思う、似てるってあるよね。ね、そういうの。ねえ、てかめっちゃ話めっちゃそれたけど、 AKB の楽曲、 TikTok の AKB の楽曲からめちゃくちゃ話それたけど、そうそうそう AKB の楽曲ね、 TikTok ね、なんか撮りたいね、行く前だからね、もう切れちゃうからさ。ねえなんかあるかな、何がいいんかな、何がいいんだろう、何撮ろうかな、なんか1曲ぐらい撮りたいな。
あ、そうだ、僕の太陽とビンゴがいいよねっていう話になってね。ビンゴもいいよね。ビンゴビンゴ、グリアエタ。いや別に使えるんだけど、なんか AKB じゃないの、 AKB 使うのかどうかなとか思ったりとかして、分かんないけど、なんか無駄ななんか気遣い。ビンゴ好きだよね。ビンゴビンゴ、ど真ん中に目一。ビンゴビンゴ、私のハートが盗まれた。ビンゴビンゴ、までは決め不難ず待っていてよかったわ。運命を味方に並びんでも。いいよね。負けなんて何もない、告白された瞬間、稲妻に打たれたな。フォーリナー、理想のタイプだとか、ここに惹かれたなんて思い出せない。スピードでビンゴあんのかな、知らない、わかんない、どうなんだろう。なんか予備ファンはあるよね。ゆきりんさんがさ TikTok でさ呼び捨てファンタジーを撮ってあげてるのは見たことあるからさ、予備ファンはある。予備ファンも可愛いよね。可愛いと思う。呼び捨てにしてほしいの、思わず言っちゃった感じでだっけ。みんながいるわで、なれなれしくね、呼び捨てにしてほしいの、思わず言っちゃった感じで、お願い呼び捨てファンタジー。あ、最強ツインテール一時期めっちゃ流行ってたよね。うちでもツインテールじゃないの。予備ファンも可愛いよね。うん、予備捨てにしてほしいの、まずい感じで。AKB の曲ってマジ可愛いよな、ほんまに。なあ、やっぱ恋愛ものが多いね、 AKB の曲もね。ね、唇に触れたのは柔らかなダイヤモンド。君がい、なんだっけ、今まで君が守っていたもの、どうすればいいの。僕はただ胸の奥にだっけ、君を受け止めるだけだ、動けないよ12秒。やっぱあれはさ、よっよっで、なこさんのあれがやっぱいいやろ。ね、やばい、もうこんな時間や、そろそろ終了にする。まあそんな感じでした。じゃんじゃん。じゃあそんなわけで本当に最後の握手会、皆さんありがとうございました。次は明日の波動と、しあさってのなんだっけ、壮行会かな、お会いするとするものが何かあれば。と思います。かゆいめめ、とりあえず明日は波動ですね。私最後だと思ってさ、めっちゃ最後最後って言ったらさ、
最後じゃないんかーいっていう風になっちゃったんだけど、明日もでも朝早いんすよ。おお、頑張ります。あくびが止まらんないよ、ごめん。じゃあね、明日も皆さん、私ボール披露行くんでボールくださいね。ガチラストやから、本当に。しかも3、4位決定戦やからさ、本当マジで最下位にだけはなりたくない。基本壮行会がラストです。そう、今オンデマでさ、リバイバル配信やってんの。私が選んだ超懐かしい幼き私をぜひ見てください。あの時を知らないファンの皆さんもぜひぜひ。よし、じゃあランキング読んじゃいます。13位、しまやさん、握手会ありがとう、そこが行けますって待ってます。12位、もちのすけさん、もちのすけさん、劇場に手を送ったよ、あーありがとう。11位、横吉さん、今ドレラでカタログゲットしたって、おーありがとう、嬉しい。今日までなんでね、写真展。あ、でももう終わるんじゃない、そろそろ19時までだから、そろそろだ。10位、シガーさん、握手会ありがとう、イナのおかげで幸せだった、だってありがとう。W 生さん、あ、間違えた、W 生さん。8位、ヤングさん、握手会ありがとうございました、マレーシア行くよ、だって待ってるよん。7位、岡谷さん、握手会ありがとう、同じくまた最後の時間わかない、それな、本当に。6位、司令長さん、今日はお隣の会場にいました。お、あ、そうじゃん、今日坂ちゃんいたのよ、のぎちゃん、あったよ、りかちゃんとりりあちゃんに会えました、イエーイ、超久しぶりに会えました。5位、マーニャンさん、ずっと応援してるところで帽子似合ってたかな、だって似合ってたよ。4位、シノさん、握手会ありがとう、ずっと応援してるよ、だってありがとう。3位、ハルタルさん、なんだかんだ仲良しだよね、多分、だって、いや、モチだろ、モチだろ、モチだろ。2位、ニキオさん、泣いちゃってごめんね、明日は笑顔のはず、だってね、涙もろいんだね、大丈夫だよ、全然、うち泣いてくれて逆に嬉しかったけどね、それだけ、それだけね、そうそうそう、感極まる。いやいや、なかなかね、悲しくて泣いてもらえることなんてないと思うから、生きてて。いや、それだけやっぱりメンバーがね、こう卒業していって、私も卒業公演でね、涙しちゃったりとか、あとお見送りでね、ファンの人が泣いてるのとか見ても、あーって思うのだけど、でもそれだけそのメンバーが愛されてたって、別に泣かないから愛してないとかってわけじゃないんだけど、その人のね、やっぱ涙腺の問題もある、私も涙腺弱いから、だからやっぱりそのね、この間のずんちゃんの壮行会の時もファンの人結構泣いてたけど、やっぱり、あ、それだけ思ってもらってるんだなっていうことをね、やっぱり実感する瞬間ではあるからね。そして今日の第1話、いつもいつも、最後まで握手会連続参加つけられてよかったです、だってありがとうございます。そしてですね、タワーがね、1,2,3 だから、春太郎さん、タワーありがとうございます、イエーイ、ありがとう。ニケオさん、タワーありがとうございます、ありがとう。そしてザクさん、タワーありがとうございます、ありがとうございました。はい、というわけで今日もいただき本当にありがとうございました。また明日、明日はね、まあ、でも多分できるんじゃないかなと思ってんの。レッスンから次の仕事も、確かね、時間空いてんのよ、なんかよくわからんけどな、こんな感じで、もうちょっとよくわからん空き方、確かね、いや、ちゃうかった、ごめん、明日のスケジュールちょっと着ないとわかんないけど、でもワンちゃん、あれ、もっとタワーあるって、あれ、まあ、え、嘘、タワー5本だって。じゃあ5番目の人だ、あ、じゃあしんどさんもだ、しんどさん、タワーありがとうございます、ありがたわ。そしてマーニャンさんも、あ、間違えた、マーニャンさんもタワーありがとうございます、ありがたわ。もうさ、僕さ、今さ、タワー3つしか見えてないんだよね、ごめん、重なってるんだわ今、多分タワーが3つしか見えてなかったか、なんか3本だったっけなみたいな、もっとなんかありがとうって言った記憶があるんだけどなぁと思いながら、なんか最近記憶がなくてさ、ごめんなさいね、本当に。もう最近やばいの、脳みそちょっと壊れてきてる
記憶力が本当に維持しなくてごめん。朝の記憶とかあんまないもんね。思い出せないのうち結構朝何したっけなみたいな最近記憶ないのよところどころごめんなさいね、すいません。はい、というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。また明日ね、ちょっと分かんないけど明日はやるかやるか分からんけど、やったらやったでよろしくお願いします。というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。ショールームもね、毎日アイドルまであともう数日ですけども、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。ということで今日も本当にありがとう。また明日、バイバーイ